山です。今回はヌマードボーカルフライのおすすめの使い方を3つほどね紹介していきたいと思います。まあ、こちらはねあんまりヌマードボーカルフライできるけども使い方わからないっていう方多分多いと思うし、俺もねどうしようこの技って思う時あるんですよ。なんでこういう使い方したら楽しいよっていうのをね3つ紹介していきたいと思います。まあ、ヌマードボーカルフライができなくても、まあ、ソーソーが好きだとかいう方はね一応見てみてはいかがでしょうかということで、早速参りましょう。レッツラゴー。はい、ということで1つ目、ハミングビート。はい、こちらの技の利点はですね、鼻から吸えることを長くできるっていう、この2つのねめちゃめちゃ強い長所があるんですよ。で、まあ、鼻から吸える技は基本的にハミングビートして使うこともできるので、まあ、それはねぜひやっていただきたいんですけども、この2つ目の利点、長く息を吸える、これがですね、対象、比較としてほしいのがインワードベースなんですけども、これインワードベースと比較すると明らかに長く吸える、長く音を出せるんですよ、このインワードボーカルフライは。なんでね、そういうねすごく長めに時間をとってビートを組んでみるっていうのもめちゃめちゃありかなと思います。はい、ということで2つ目、粒感を変える。こちらは先ほどね名前出したのもインバードベースでもできるっちゃできるんですけども、こちらの方が圧倒的に多分操作性がいいっていうのはちょっと表現の語弊があるかもしれませんけど、かなりね操りやすいんですよ、この粒感っていうのも。なんでね、粒感もねいろいろいじくりながら使って自分の中でこう強弱つけて表現したりっていうのはすごく面白い使い方だなと思います。ぜひね試してみてください。3つ目、いやーはって思った方、いると思うんですけども、こちらはね発音なんですよね、いやーっていうのは。で超全力でいやーって発音する口の形でインワードボーカルフライをするとですね、なんとねめちゃめちゃ聞いたことある音だと思うんですけど、ソーソーさんみたいな使い方ができます。これぜひ試してみてください。2つ目のねおすすめの使い方とちょっと被るところはあるんですけども、こちらはね割と知られてなかったりするので、こちらぜひどんどん使ってみてください。特にソーソーのねルーティーンを再現したりしたいなっていう方はこちら使ってください。これでね今日からあなたもソーソーのルーティーンが再現できます。今のボーカルフライに限った話ですけどね。そういう使い方もできるので、ぜひ試してみてください。他にも使い方を探す価値があるはずだとは思うので、いろんな、使い方を見つけてみてください。ということで、今回の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。